どうもおはようございます、藤ナッツ健でございます。さあ今日はですね、視聴者さんから紹介された限界しりとり、これやっていきたいと思います。まあルールも何も分かってないですけど、まあオンラインしかなさそうなのでオンラインやっていきましょう。まあしりとりなんでね、さすがに大丈夫でしょう。ということで、にで始まる3文字の言葉に、2回ですね、2回ですね。はい、 OK です。これはもう普通のしりとりですからね。まあまあまあ、そんな難しいこと、これな、俺が答えるのか、これは犬でいいのかな。ああ違う、これ相手のターンか、相手のターンだから答えるボタンが、あで石と相手が打ってきました。で僕またしから始まる3文字の言葉、まあ普通にしかいとかでもいいんですけど、どれくらいまでいけるのかちょっと見たいですね。しぶしっていう鹿児島のしなんですけど、おいけますね。あ意外と言葉広いですね。何でも割と受け入れてくれそうな、そんな感じですね。 OK でし返しですからね。ちょっと死で攻めていこうかな。ただ死の5文字ってなかなかむずいぞ。司会者、司会者とかね、その辺ならいけるのが新聞紙とかね。それではまた死で、ああ信号き、きの6文字、6文字のき、きダメだ、頭の中キムチしか出てこない。キムチ、キムチう、あキムチうどんだとんつくからダメなのか、んしりとりだからね。おいむずい。あこれ人の名前とかも OK か。木村吉野、木村吉野いける、いけた、やった。あ人の名前いけるんですね。あ木村が OK だ、もう木村拓哉でもよかったしね。あきき、あなるほど OK。 のってむずいぞ、意外とのってむずいぞ。のの4文字、ののり巻き、あ普通にあるわ、普通にある。相手の時だと意外と簡単にパッと出てくれるんですけど、あ、通知切り忘れてた。きのり巻き一緒のこと言ったら、き木村、いや違う、キングカズ、どう？キングカズいける？いけたー、オッケー。意外といけるもんすね。キングカズがいけました。ズってむずいよ。ズの3文字。ああ、でも、ズボンがつくか。ズの3文字って意外とむずいよね。相手視点で考え、ああ、ズック。じゃあ、クッパ、靴下だ。靴下でいける。オッケー。よし。無難にこなしていく。他の4文字。戦いとかでいけますね。意外と相手の時はスッと出てくるんだけどな、自分のターンになるとちょっと焦ってしまうっていうのね。焦ってしまう感は、あ大会、人間、いや違う、インパチ先生、インド人、インド人、インド、いまり焼き、これいけるでしょ、これ完璧、きれい、いまり焼き、きれいでしょ、ひつつき、もうすぐいける、相手のターンすぐいける、なんでしょうこれ、ちょっと待って、これ何が来ようとも、いけるはず、まあ、あと、キング、このままいけんじゃん、これ、これね、これでいけますやんね。よし、キングカズに続き、キング、グの7文字、超むずいじゃん。こんなんなくね？グロテスクボムとかね、ちょっと聞いたことないですけど、7文字のグー、これはちょっと勝ちでしょ、これ。で、あー、来てる！グーテンベルク、すごい！クの6文字？クの6文字、黒のトリガー、あーの伸ばし棒で7文字か、これダメか、草薙、いや違う、あーもう、まあ時間切れ負けた。まあこういうゲーム、大体分かった。持ち時間、まあ、大体2分以内にどんだけ答えられるかと、それで2分がなくなった方が負けというゲームですね。ルールは非常にわかりやすい。ただ、こう、限界しりとりって言ってますからね、意外とこの文字数が長いと、結構これ初見だと厳しい。あ、これ相手からですね。まず相手から、伊藤とかね、もう何でもいきますよね。今あり、まあ、2個しか浮かばないですから、いるか、カメ、オッケーオッケー。これはもうベタしりとりですね。2文字とか3文字だといけますよね。明太とかね、いや、ちょっとわかんないですね。明太しか出ないですね。その場合、イが来るんだな。でも、でも意外と相手時間使ってくれてますね。綿棒、うの6文字、
うどんご飯それでもつく、裏ステージどう、あーないのか、裏ステージ、これむずい、6文字、運動会、これうまい、いや、きれい、運動会きれい、よし、なんとか返しました、6文字、そして、相手のまたいいですね、そうか、これ上級者になってくると相手に同じ文字ばっかり送るとか、インド、R、よし、これはいけました、これは余裕ですね、はい、ルノアール、あ、5文字、これもむずいぞ、ルーレット、5文字、ルの6文字、むず、何で来るんだろうか、これ下手したらないぞ、このように、そんな文字、ルネッサンス、すの4文字、すのぼ、スイート、OKOK、で、うの6文字、さっき僕がね、運動会絞り出しましたけどね、相手はうの6文字、なかなか難しいですよ、これ、運転、いや、むずいよ、これ、うの6文字なんぞ、出てこないもん、今、あ、ウーロン茶、綺麗だな、ヤンロン茶、6文字、ヤムチア、4文字、野球部、これでいいでしょ、綺麗でしょ、オッケー、意外と野球部とかそういうのも認めてくれますね、で、部むずいぞ、相手、部の5文字、部って何があるよ、ブリック、ブロスタ、ブレーンバスター、いや、これむず、部の5文字、ブラジア、あ、ブラジアでいけんじゃん、ブラジア、あー、ちょっと来てた、文化祭、インゲンが頭が離れない、イマリもいけない、イクラ、ちょっと待って、痛みや、あ、ちょっと、おー、やった、ラッキー、痛みや、何屋さんか知らんけど、なんか適当に打ったらありましたね、意外とそんなんありっていうね、ちょっとやってみるっていうのを、ありそうなやつ入れてみたっていうね、それが意外と通るっていうね、さあ、相手の野球、あー、そうだね、俺が野球部行ったもんね、まあ、うの3も実はこれしかないですよね、こうよりも、あ、ちょっと待って、ダメなの、いや、どっちもダメなんかい、なんでだよ、なんでそれを認めねえかな、まあ、いいや、とりあえずこれでね、とりあえずしのいで、相手はもうあと5秒、ルーの7文字とか絶対出ないでしょ、こんなもん、よし、勝利、よし、このゲーム、普通にちょっと面白いな、ちょっともうちょいどんどんやっていこう、いや、クの6文字って、クイズノック聞いたことない、クの8文字 ?8 文字のク、クリキントン、いや違う違う、つくし6文字だし、クの 8以上ね、長いクね、クラブ活動7文字、クールビューティー、どう？いけた、やったー、7文字、すの7文字、リードしてかな、ちょっと慌てんな、スタミナ太郎、いける、あったー、よし、これは勝てるっぽい、3、2、1、ウィン、これはかなり1分残してるからね、かなりいい具合で勝ってますね、よし、ランク A まで来ました、まあまあやり込んだんで、ちょっとね、今連勝が続いているので、このままね、ランク A の相手にも勝っていきたいと思います。さあ、俺からですね、俺からの場合もここに置いとく、そして積み木、オーケー、これですよ、この速さで打ち込んでいく、もうとにかく相手に難しい、ケツの文字をぶちかますよりも、とにかく自分が早く、なんか入れるっていう方がね、大事な気がしますね、木はなかなか難しいね、木村、あ、や、や、や、
やー、やーこう列車、あ、違う、山大国、あ、全然足りない。山口、いけた、オッケー、だいぶ時間使いましたね、まあ、30秒ぐらいちょっと使ってしまいましたけれども、まだいける、まだ助かる、これはまだいけるはずです。4の6文字とかも結構難しいんでね、ヨードチンキとかね、まだそう、あい、あ、来た、これはもうすぐですね、すぐ、マンタ、オッケー、すぐ行きましょう。で、相手の与那国島とかうまいよね、よく思いつくよね、タングステン、あ、じゃあ、うん、つくし6文字やし、田中国家6文字や、これ難しいですね、あ、誕生、のいっぱいやられてた、浦賀市役所、あー、ダメだ浦賀市じゃねえの、あそこ浦賀市の市役所じゃないの、ちょっと浦安市役所、いやでもあそこし浦安、これどうでしょう、これどうでしょう、いけた、よしよし、11文字、浦安鉄筋家族の漫画のタイトルもいけるんですね、オッケーオッケーオッケー、悪くないよ、あ、黒、うわ、早い、これ早く行きたい、よしよし、これいけるでしょ、よしセーフ、あ、時間的に結構負けてんな、でも B ってなかなかむずいからね、なかなか難しいからちょっと時間割いてくれ、ビックロとかね、ビードロ、あー来た、ビードロ、ルーマニア、 OK、 これはすぐ行きましょう、はいはい、 OK です、よし、もうルーはね、あの結構相手は攻撃してくるんでね、ルーマニアとかルクセンブルクとかね、ルート強制、いろいろねありますよね、あ、6文字のあってなかなか難しいんじゃない、アジアゾウ、あ、違うね、アメダス、あ、ドーナツ、2の5文字、通空心棒、オッケー、早い、よし、早いぞ、これいい開始したぞ、よし、これで、追いついたんちゃう、追いついたんすね、よし、勝負だ、これでもあと、ボートピアとかね、うん、ボートピア、うん、あ、来た来た、棒にグーグー、これいった勝つる、これかいった勝つる、グー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 、グー来た、ドラクエの、これいける、よし、いけてる、よしよしよし、確かにアマゾンあたりに生息してたはずですね、よし、これで、来たらあと一発ですね、これ来るか来るか、リンドバーグとかね、セーフ、勝った、オーケー、ということで、これ面白いね、マジでちょっとハマってしまいました、かなりちょっと、ね、長いことやってしまいましたけれども、さあ、ということで今日は限界しりとりモバイル紹介させていただきました、クソゲーかと思いきや本当にあのシンプルに面白いゲームでね、ちゃんと僕ハマってしまいましたんで、これはね、今後も僕本気でやり込んでいきたいと思っております、本当に面白いゲームなので皆さんぜひともダウンロードしてみていただきたいと思います、ということで最後までご視聴ありがとうございました、面白いと思った方チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。